橋幸宏です。蚊取り線香の何とも言えない香りが皆様のご家庭からなくなりつつある今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。なくなってない方もいらっしゃるでしょうけれど、僕は日本の教習いっぱいに元気でございます。ステイクローズのビデオクリップに代表されるジャパニーズノスタルジアもなかなか捨てがたいものがあると思いますけれども、しばしクーラーを止めて窓を開けるとほら夜風が感じられたりしましてですね、風鈴なんか欲しくなっちゃったりしちゃってですね、いいんではないかとこのように思います。こんばんは、アバンダンスです。というわけでですね、タイミングがちょっとあれでしたけれども、いきなりしたいきなり割り入ってきたのがですね、アーバンダンスでございますね。何時に来たんですか。いや元気なお姿をヒロさんにお見せしますね。お中元は、お中元ですか、はい、もう元気な姿を見てください。これがお中元というか、そういうもんでございましょう。ああそうか。というわけでアーバンダンスが来てくれたので、この後一緒に30分間お送りしたいと思います。お中元なしね。殿下高橋幸宏のスタンドアッププリーズ。この番組は殿下電気化学工業の提供でお送りします。というわけで、改めましてご紹介いたします。どうもアーバンダンスの成田です。成田忍君というわけでございましてですね、はい、お中元も持たずにヨーマ一人でやってきてくれました。暑い中来ただけでも何をよっしゃいますやらだって、セカンドアルバムは2ハーフどうですか。売れ行き好評。そうですね、いいですよ。売れ行きが良い。売れ行きも良いし評判も良い。評判もいい。なるほど。あれは、フルアルバムじゃなかったっけ。フルアルバムです。あ、そうかそうか。そういうわけででしてね、まずはじゃあお話の前に一曲聴いていただきたいというわけで、自分で紹介しましょうか。名刺代わりに一つ紹介してください。じゃあ、6月21日ちょっと前なんですけども、発売されましたアーバンダンスの LP 2ハーフからキスバイキス、どうぞ。顔も見てもらえないほど僕をまだ嫌っているの。寝ても覚めても心は君だけでいっぱいなのに、ほら素敵な月夜は、ほら二人に会うから¡Gol!
覗き穴越しに Cause 僕はやめないから曲聴いていただきましたけれども、よかったですね曲、いい曲だったんですね、はい日本語でやっているというね、前のアルバムでも僕が1枚目プロデュースした時も日本語の曲ってのもあったんですけど、どうもありがとうございました。いえいえいえ、2枚目のミニアルバムというか6曲入りだっけ、あれ5曲入りだっけ、4曲入りか、あれの時は英語ですよね、半分ほとんど半分以上英語ですね。でも日本語やってんだ。日本語もやってました。そうかそうか。どうですか日本語でやるっていうのは。みんなが日本語でやれっていうもんですから、ね、じゃないと売れない。どうなのかな、売れないと思ってる人がいるんでしょうね。まあ確かに例えばラジオの AM でかかりにくいとかそういうのはありますね。そうですよね。それはですね、まあ日本はやっぱりいろんな問題がございますからね。僕あんま気にしてないんですけどね、ただ気にするようになったのはでもいいということですね。つまり売れようと、昔から売れようとは思ってる。いやそれはいい暮らしたですからね。いやそういうじゃないよそういうこと、まあそれはそうですけれど、なんていうんですか、要するに僕たちは自分たちの音楽はステータスをそうそう貫くっていうかね、そういう自分たちの音楽だけやれればいいんだみたいなじゃないんでしょ。というかね、刻々と変化、自分の中でも変化してるからその一本貫く、まあそりゃ絶対出てくると思うんですよね自分はね、だからどういう状況でもまあ自分を当てはめてみて自分が出れば一番いいんじゃないかなと思うから。偉そうなこと言ってますか。いえ言ってます言ってます、ね、あそうですか。ですね、なんかライブを最近やったそうだけど、ライブはいつもどんな風にやってるんですか。ね、いつも僕ら3人ですけど、生のドラムとねキーボードと、それから今度はコーラス3人つけてね、はい、ファンクバンドやってます。おお、ファンク、ファンクですよ。もう普通に、ロックバンドしようと思ったらどんどんむちゃくちゃになってきてね、P ファンクみたいな。おお、すごい面白かったですよ。というわけで、今日は飛ばしておりますけれども、とにかく曲をかけたいと、なんたってプロモーションというくらいで、ね、曲をかけて聴いていただかなくて、そのために来たという、はい、それじゃあ何ですか。いやなんか言いたい。いやいやいや、どうもすみません。そんなつもりはみじんもございません。そうですか、はい、ですね、2曲目いきたいと思います、はいはい、これは僕が紹介してよろしいでございましょうか。どうぞ。はい、じゃあアバンダンス、ダンサーゴーゴー。
汗はピンク真っ赤な髪腰振り誘うモーション で、まあアルバムのね、コンセプトとかそういうのっていうのは作る前にこう決めたりするんですか？ね、これはあのこびるものか、うん、突っぱねるのかみたいなものとか。それコンセプトっていうの？いや結構ねそういうその漠然としたもの。あ、そうです。で、あとは曲ができてからね、それでそれに準じてコンセプトを組み立てていく。なるほど。ですね。まあ、だからちょっとやっぱり詩の世界なんか大きい影響力を持ってしまうという。ええ、詩の世界のね、うん、自分の湧き出てくる感情をやっぱり歌にしたいなみたいな。お、ええ、なるほど。だからあんまりその具体的にあのカーテン越しに綺麗な夜景が見えるとかそういうやつじゃなくて、うんうんうん、もうちょっとイモーショナルな。私はこう思ってるからお前が好きだという、うんうんうん、うん、そういう風な世界ですね。なるほど。そこからいくとですね、あのふーちゃんが詩を書いてくれたあのキャンプというのは結構辛かったんじゃないですか？いや、あれはあれでね、なんかね企画ものっぽくってねよかったですよ企画ものあのミキシングもその曲だけ全然違ったミキシングになったしね。うん、あれはね、例えばライダーズの人たちの詩っていうのもなかなか屈折してるところがあって、ね、屈折してますよね。実はすごくあれ叙情的な、なんていうのかな、こう本当の純文学の読む詩みたいだけど、うん、よくよく考えると、例えば抱きしめたいとかって歌うっていうのはすごくね、まあなんていうんですか、
下世話なね、ラブソングに聞こえるんですけど、あれを詩を読んだ限りでは絶対に抱きしめられない男が歌ってるとしか思えない、そうね、うん、そういうのはすごい強く感じる。情けないんですね、ふーちゃんの隠し物、ね、こう君と今時キャンプ行きたいって人は珍しいですよねなんかすごくウブなねああいうとこあります？いや、あんね、ドキドキしちゃったりします、女の人のこう、こうなんていうんですか、腕なんかを見ちゃったりするとキャンプ行きたい、一緒に行きたいっていう、うん、まあそこまで思わなくても、あ、うん、やっぱありますね、うん、ただあの、うん、そう、あの鈴木さんの歌詞とか見てると、なんか僕関西人ですからね、うん、なんかね少しニュアンスがね違うような気がするのね。あ、本当に、うん、なんかね、あの関西人だとね、あれなんかね、お歌詞に全然出てこないけど、うん、阪神ファン、え、阪神ファンじゃないですよ、ね、よかった、はい、川辺に見える夕日というかね、うん、なんかその隅田川とかね、うんうん、そういうものが結構明確ですね。あ、大阪の場合なんかそうちょっと違うのね、なんかあの飲み屋街が見えたりとかねなんか、うん、見える若者なるほど、ね、そういうのすごい多いですけどね。だってじゃあキャンプに行こうとかってそういうノリはない、普通、うん、関西では普通キャンプにってありますか、それもゆうろさんいや、あれさ、なんかカフェバーかなんかで、いやいやいや、今度キャンプ行こうよいいね、僕好きですね、そういうの、うん、でね、あれあの詩のやっぱり良さっていうのは、うん、あの要するにキャンプに男の子は女の子を誘ったりしない、あれは頭の中で男が想像してること で、うん、しかもすごくあのこうそのメンタリティっていうか、こうあの心の奥底にはね、うん、あのプラトニックなイメージしかないわけですよね、うん、あの女の子の腕のこう白さが眩しくてドキドキしちゃったりとかね、うん、そうですね。で普通キャンプ行こうっていうと、どうもその晩は決めてやるぜみたいなさ、うん、やらしい発想が出そうでしょ、うん、ところがあれにはあまり感じられないと。そう、ところがですね、その裏にやっぱありそうな雰囲気もあるんで、あ、そうなのそこがふーちゃんのやらしいところでね、おっとなんかそれはだから、うん、僕が歌うとね、なかなかそういうところまでこう出せないんですけど、あれケイチが歌うと出ますよ、そういうところ。あ、そうなの、うん、そこはやっぱりライダーズ長年やってるもんでね、そうか、その裏のやらしさまで出てしまうというね、ここがやるとね、こうやっぱりこうただプラトニックに思い焦がれている悲しい歌っていう感じなんですけどね、うん、俺なんか歌うとなんかあの全然またニュアンスが変わってくるよね。もうちょっと無機的というか、こうロックしてますよね、抱きしめたいだけ、なんかあの抱きしめたいに聞こえるんですよね、僕の方もね、うんうんうん、本当に抱きしめたい、うん、ただね、うん、歌い出しがなんかあの歯が浮いてるっていうのがね、すごいいい感じなんですよ歯が浮くんですよね、あ、ててなんですか、あの詩の世界に歯が浮いちゃうんですか。いや、僕の声がね、声が、うん、あのああいう歌、あの詩を歌うとね、その歯の浮くのがね、歌っててね、気持ち悪し良しなんですよね彼がいいですねそうか、今度じゃあやっぱりあの西麻布あたりに坂本龍一がいるところへ押しかけてってですね、坂本龍一が口説いてる女の子に向かってですね、二人でね、キャンプ行かない、キャンプ行かないこれを行ってみたいと思いますね、ぜひ二人で、はい、二人で押しかけてってキャンプを誘う。そうですね、はい、そうか、まあ僕もあのもうコンサートがいよいよ始まるんですけどね、9月からね。そうですね、はい、困っちゃってお忙しいですよね。今ちょうど忙しいんですけどね、ええ、もうリハもあるし、あと他のアルバムもあるし、ちょっとプロデュースもあるしということでね。あ、そうですか、成田君にも手伝っていただいておりますけれども、いえ、どういたしましてあの勉強しながら芝野茂之君というのをやっておりますんでね、はい、アルバムもね出るしね、ドラマもやんなきゃいけないしねもうやめちゃおうかなみたいなそういう気になりますけれども、そこのところをですね一つ踏ん張って、今度 その8月21日での Only When I Love という僕のアルバムの中から一曲聴いていただきたいと思うんです。やんや、これは多分、まあ言わない方がいいな、ツアーでどこでやるかとかね聞いてください。では高橋幸宏です、エピソード87。It's a brand new episode in a story.
はい、ということで今日は僕高橋幸宏の手元から巣立っていきましてですね、今や、お中元も持たずに近況報告に来てくれたアーバンダンスとともにですね30分間お届けいたしました。なんかもっと言いたいことないですかね。そうですね、もうないですよ。いや、あのプロモーションプロモーションだから、あのいいアルバムです。漠然としたプロモーションしてしまいましたが漠然としてましたね。なんか自分の、今まで作ったそのノリからすると、はい、徐々に、花が開いてきたという感が強いアルバムで、はい、1枚目ももちろん良かったのですが、あの押し殺したムードがその一転してパッと花を開いた姿、これはなかなかのものがあります。なるほど。そこで、アーバンダースのトゥーハーフ、これはあの太の春をノンスタンダードレベルか、もうすでに発売されて、2ヶ月近く経ちますが、はい、今はなお売れていると、はい、なとこでもっと売れたいというなとこでよろしいですか。すいません。はい、というわけでですね、ちょっと目が離せませんぞと書いてあるんですけどね、そういった感じのアーバンダンスでございますというわけでございますね。今日はこの夜中に、立って、番組、やっていただいてありがとうございました。いいえ、どういたしまして、はい、曲中踊らせていただきましてどうもありがとうございました。あと照明がフラッシュとかね、はい、ブラックライトが入れば、ディスコですね。そうですね、はい、昔のというわけでして、ちょっとご挨拶してみましょうか。はい、あの最後に成田君から皆さんに、あ、どういう風なですか。やっぱり番組を、番組のこの最後ですから、さようならとかこんにちはとか、あ、高橋幸宏氏と、共に30分過ごしてまいりましたが、ここで一つ、決めの言葉を言ってみたいと思います。皆さんキャンプ行きません？そういうわけでございまして、アバンダンスの成田忍君でございました。もう時間がほとんどないんですけれども、実はですね、ここで皆さんにお知らせがございます。8月の14日から16日木曜日から土曜日まででございますけれども、渋谷、シードという、ビルが新しくできましたけどね、9階のシードホールにて何やら高橋幸宏フェアなるものをやるということなんでですね、やんや僕も行ってみようかなと、こういうわけでございまして、最後に、僕の宣伝。僕も行きます。本当だね。はい、そういうわけで宣伝の図をさせていただきました。長い後枠でございましたけれど、それではまた来週、高橋幸宏でした。おやすみなさい。おやすみなさい。殿下高橋幸宏のスタンダップリーズ。この番組は殿下
電気化学工業の提供でお送りしました。